ープが自身初となる東メンハンホール公演を含む全国ツアームーンドロップ10th アニバーサリー祝ムーンドロップ秋の10周年ツアーのファイナル公演を超満員の大阪 NHK ホールにて開催し、フォースフルアルバムスウィーテストのリリースを発表した。スウィーテストは難しい言葉、着飾ったメロディ、火を照らった表現よりも甘ったるいほどのまっすぐな恋心を歌うラブソングこそがアイデンティティだと今一度証明するラブソングだけを歌い続けるロックバンドらしい作品の王道ともいえるメロディラインに乗せてまっすぐに人を思う気持ちを歌う裸の言葉や、自身初のドラマタイアップ作品となった風のお便り、恋人、夫婦、家族と年を重ねるごとに変化しながらもずっとそこにある不変の愛を歌ったウェディングソング、苗字など全10曲のラブソングが収録されている。ブルーレイにはサード AL リリースツアー前途用ラブストーリーより自身初のホールワンマンとなったラインキューブ渋谷公演のライブ映像を収録。ムーンドロップの魅力であるライブバンドとしての一面が詰まった貴重な映像作品となっている。さらにビクターオンラインストア限定セットとして完全生産限定版に加えて、ここでしか手に入らないオリジナル T シャツタオルを加えた2パターンの超豪華版も発売する。さらにフォースフルアルバムスウィーテストのリリースを記念して5大都市でのジャケットサイン会開催も決定した。タワーレコード各対象店舗にて対象商品購入者のみが参加できる貴重な機会となっている。またアルバムリリースに際して先日発表された全国21公演で約1万5000人を動員する自身最大規模の全国ワンマンツアーがムーンドロップフォースフルアルバムスウィーテストリリーススウィートホームツアーと題したアルバムリリースツアーとなることも合わせて発表となった。12月3日火曜日までオフィシャル選考が受付中となっている。リリース情報フォースフルアルバムスウィーテスト完全生産限定版 CD ブルーレイ通常版 CD2025.01 29リリーシビクターオンラインストア限定セット A 完全生産限定版 T シャツバスフ -13,570,8250円タックスインビクターオンラインストア限定セット B 完全生産限定版タオルバスフ -13,571,7700円タックスイン完全生産限定版 CD ブルーレイビジル -24065,500円タックスイン通常版 CD ビル -66,035,3400円タックスイン CD01 僕らのラブソング02裸の言葉03消しゴム化してありがとう04ダダツー05やめにして06線香花火07ねえ返事は08スーパームーン09風のお便り10ミヨジブルーレイ前途用ラブストーリーライブアットラインキューブ渋谷オープニング僕の季節どうにもならんわラストラブレター君の猫になりたいグッバイ僕の恋人姫ごとダダダウトガールレッドムーンドロップダウンエクスキューズエクスキューズ当日僕といた方がいいんじゃない愛の縫い目バンカの証青春はいつだってシンデレラ線香花火アダムとイブ CD 購入はこちら https://mondrop.lnk.2/sweetest/cd-live-event 情報スイートホームツアー2月4日火曜日神奈川 FAD 横浜会場を17時45分開演18302月7日金曜日鹿児島カパルボホール会場を17時45分開演18302月9日日曜日長崎ドラム BE-7 会場16時30分
開演17、2月15日土曜日福島郡山ヒップショットジャパン会場16時、開演17、2月16日日曜日宮城仙台連鎖会場16時、開演17、2月21日金曜日奈良エヴァンスキャッスルホール会場17時30分、開演18、300、2月23日日曜日石川金沢エイトホール会場16時、開演17、2月24日合宿滋賀ユーストーン会場16時、開演17、3月1日土曜日愛媛松山ホシュトゥディアード会場16時、開演17、3月2日日曜日香川高松ダイム会場16時30分、開演17、3月8日土曜日北海道ペニーレーン24会場16時、開演17、3月9日日曜日北海道函館ココア会場16時30分、開演17、3月15日土曜日静岡ライブロキシー静岡会場16時、開演17、3月16日日曜日栃木ヘブンズロック宇都宮 VJ-2 会場16時30分、開演17、3月20日木宿長野クラブジャンクボックス会場16時、開演17、3月29日土曜日山口周南ライジングホール会場16時、開演17、3月30日日曜日広島クラブクワトロ会場16時、開演17、4月6日日曜日愛知ゼップ名古屋会場16時、開演17、4月11日金曜日大阪ゼップ難波会場17時30分、開演18、304月12日土曜日福岡ドラムロゴス会場16時、開演17、4月20日日曜日東京ゼップダイバーシティ会場16時、開演17時、全公演ワンマンライブ。チケット情報、価格前売り4,500円、税込み。詳細 https://monordropficial.com/news/detail/359555